そうですね、これちょっと中毒みたいなもんだと僕は思ってるんですけどね、それぐらい好きかな。きっとその人類が発明した中で一番こう効率的にエネルギーを変換できるものですよね。僕は一番の発明だと思ってるんですけど、自分のこう可能性を広げてくれる道具、移動距離だったりとかスピードが出せたりとかっていうことができる道具なので、そういうものであってほしいなと願っています。毎回結構大変です。大変というか、パイプ1本選ぶんでもこっちのパイプがいいのかこっちのパイプがいいのかってなった時に、やっぱりそのレースの形態も変わってくるし、選手も様々だから朝飯前だよっていう仕事ではあんまりないですね。すごいその人類の発明したものをこう僕らが作れるっていうのは、やっぱり僕はそこに魅力を感じるし、僕は追求していきたいなって願っています。